暑い。先週ねマイナス2度とかだったのに、今日もうね18度とかあるの。もうすでに衣替えの季節じゃないかっていう。でジェラート屋さんが開き始めたので、今日はねジェラートを買いに来ました。注文の様子から始まります。皆さんも味2つ決めてくださいね。6月からは夏限定のマンゴー味とミント味も発売されます。メニューから下に麺を移すと、今週の推し味といって、毎週こんな風にね一味紹介してくれます。ジェラート屋さんの脇にあるショーケースに気がついて、見て中にティラミスが売ってるんです。で上の方にもねなんかケーキが売っていたり、何しろジェラートだけじゃなくて、ここアイスクリームケーキのコーナーだと思われます。フラップにするの？持ってるとこ取り忘れた。気をつけてよ、気をつけてよ。フラッカテラ？オラパノセンサ？これね、今フラッペを作ってくれてます。チョコチップ味を頼んだので、チョコチップ味のジェラートを専用のコップに入れて、でそこにミルクを足して、なんか専用の機械で混ぜるとフラッペになります。ジェラートの味はこんな感じです。2つの味で 2.5 ユーロ、3つ以上になると3ユーロとか 3.5 ユーロになります。で今カルロ君がお金を払ってくれています。この一番大きい4ユーロっていうのを未だに食べたことはありません。そう言ってる間に、はい出来上がりました。マックシェイク、いやマックシェイクじゃない、フラッペが出来上がりました。こんな感じですよ。もう見た目完璧にフラッペでしょ。ほら、あここにもショーウィンドウがありました。こんな感じです。美味しそう、甘そう。で大体全部チョコレートですね。まあイタリア人は本当にチョコレートが好きなんですよ。であったかかったので外で食べました。ちょっとここでイタリアの現地の人がおすすめするローマで一番美味しいジェラート屋さんっていうのをご紹介していきます。1個目はピコジェラートっていうお店です。2個目がジェラートデッサイ。このデッサイっていうのはなんかクオリティとか品質っていう意味があるそうです。そうそう。次はラ・ゴールマンディーズ。ゴールマンディーズっていうのがフランス語らしいです。でこのペトリーニね、今食べてるこのお店もかなりかなり美味しいです。暖かくなってくるとローマはねこんな風に音楽が鳴り響き渡ります。ん？響き渡ります。なってきたので、このおじさんもね今年に入ってから一番最初に見つけたミュージシャンです。これから暖かくなってきて、ローマにあふれるミュージシャンたちを今後もどんどん動画に上げていこうと思ってます。でね、一つだけ気になってしまったの。歌っていないのにマスクを下げているんです。もうこれが気になってしょうがなかったけれども、音楽はとっても良かったです。なんかおまけの方が長いんじゃないかっていう動画になってきちゃってますが、今日はトレビの泉にも行ったのでお届けします。見てください、綺麗でしょ。それでねこれ音もすごいんですよ。でこの音ね、特に大きくしたり小さくしたり編集してないんですよ。そのまま撮ったままを流してます。すごい音が鳴り響いてますよ。でね、なんか昔はねこのトレビの泉キワキワまで行けたんですけど、なんかコロナのせいなのか中には入れなかったです。でその他にもね、なんて言うんだろう、日本でいうところの永田町みたいなところも行ってきました。でこのねドアの前でよくねコンテさんとかがねなんか会見とかしたりしてるの。先日登録者の方々が1000人を突破しました。どうもありがとうございます。今後もイタリア家庭料理やリアルなイタリアについてどんどん上げてきます。どうもよろしくお願いします。はい。